1年の始まりに駅伝日本一が決まるニューイヤー駅伝。元日をより熱くするのが箱根を沸かせたスターたちのニューイヤーデビュー。なんというルーキーだ。今大会大注目のルーキーがトヨタ自動車田澤廉。正直言ってトヨタ強いので絶対優勝できると思うんですよね。大事ですからね駅伝は。名門駒澤大学で箱根をはじめとする駅伝タイトルを総なめにした田澤は、個人でも1万メートルで世界陸上2大会連続出場を果たした今最も乗りに乗っているスーパールーキーだ。与えられた区間を区間賞で走ることと、チームはもちろん優勝だと思うので、それに貢献する走りがしたいと思っています。そして連覇を狙うホンダからは、箱根の歴史を変えたヴィンセントがデビュー。箱根駅伝では3つの区間で新記録を樹立。留学生初の大会 MVP をなんと2度も受賞した令和の怪物だ。頑張ります。さらに青山学院のエース近藤幸太郎も参戦。予選会ではいきなり区間賞を獲得し、ニューイヤーへ弾みをつけた。チームとして5位入賞を目指しているので、しっかりエース区間走れるようにここから準備していきたいなというふうに思います。箱根を沸かせたルーキーたちが元日旋風を巻き起こす。